あ、道の駅すさみやって行ってみる。ちょっと面白そうやな。何ここ、すげえ、なんかすごいでか、規模、規模感がでかい。道の駅すさみ、すさみ到着。うわ、ちょこっちに車止めてよかったかも。うわ、海やば、すごいな、やば。なんか海ずっと見てんのに飽きひんな、海って。うん、なんやろな。最高、最高です。めちゃくちゃ風が気持ちいいな。これ頼みました。イエーイ。というわけでね、今道の駅すさみに来てますけども、たいちゃんがクリーム大好きなクリームソーダを発見しましたんで見てください。まあそう、ほら、もう海と、海とやな。うわ、すさみブルーらしいで。そう、いただきます。美味しそう、美味しい、美味しい。暑さ吹き飛ぶぜ。あ、ゼリー入ってる、中に。うわ、美味しい。よかったな。じゃあここからずっと下道で行きますんでね、レッツゴで最も南にある町やって。すげー。串本町。うん、そうなんや。え、何あっちのあの崖。あれ何？あそこかまさか。俺らが行くの。なんか怖いねんけど。どうなってんのこれ。どういうこと？すげー。うわー。で、あれが潮の岬ですよ、ついに。ゆかちゃん。初めて、初めて。いつも天気予報の時に潮の岬で、今台風が何号がすごく上陸しております、雨と風が強いですみたいなやつあるやん。なんかさ、潮の岬、潮の岬ってさっきからすごい言うタイちゃん言ってんねんけど、うん、分からん、ごめんやけど。何それって感じ、うん、でもなんかいよいよ行きますよみたいな感じだけど、ごめん、全然分からん。とりあえず有名なとこやねんな。ここは来ました、ここ来ました。ここでここでちょっとご飯用意しましょうか。はい、はい、お疲れさんでした。はい、買い出し完了やね。で、2時チェックインやけど、まあ1時半ということなのでよろしくお願いします。これを左に行ったら潮の岬ですか。人生で初めて潮の岬に行きますよ。たいちゃん、テレビの天気予報の台風の時しか、そればっかり言うやん。しかも私知らんし。じゃあね、和歌山台風が近づいてきたとかっていう情報は見るでしょ。台風がそれは来るんやったら分かるけど、台風が近づいてきたから来週は雨かなとか、そんなんはあるでしょ。ないの、そんなんもないの。うん、じゃあテレビつけて天気予報見ようと思ったら、台風情報見ようと思ったら、潮の岬からだいたい台風が上陸するからさ、台風勢力を保ったままそのまま本州を東へ進んでおりますみたいな。興味ない。うん、はい、とりあえ
あえずタイちゃんにとって潮岬がテンション上がるってことですね。はい、タイちゃんにとって潮岬は潮岬ってことです。何あれ？あれ渡んの？あれ渡んの？あれ渡んの？やばいやばい、あれ渡らなあかん。で、あれ渡ってあの巻き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 行くで、巻き巻き。うわすごい、何これ。えぐらい、串本大橋やってこれ、うん、うわやば、これはすごいな。すげえ。めっちゃ綺麗。綺麗やな。はい、渡りました。あ、これが大島なんかな、大島っていう島なんかな。うわ、空も真っ青やねんけど。分譲してんのこれ、何？そうちゃん、今日なんかキャンプ場を作ろうとしてる。ブルーハウスか。ここ右、南紀串本大島リゾート右。え、千万、え、対向車来た。終わりやんこれ。あと左掛けやから。分かってる分かってる。怖い。あ、ここで離合、ここで離合できるけども、でもキャンプ場やからみんなここ通ってんのかな、キャンピングカーで。そうやんの。ちょっとなんか整備され始めたぞ。うん、別の道になってきた。着いたー。うおーい、すげー。リゾート大島感動体験、イエーイ、到着。お疲れ様でした。お疲れ、よく頑張りました、イエーイ。ほんなら5人開けて、あ、ちょっと行ってくるわ。はい、じゃあ受付終了したんでちょっと行きますわ。お風呂、お風呂ちゃおう。自分たちのサイトに。お風呂、お風呂、あ、そこでコインランドリー、それ。ああ、あ、コインランドリーもすごいな。温水シャワーはもう24時間全部使える。え、そうなんや。黄色、めっちゃいいよ。スキー色天風呂も向こうと。いやー、広い。めっちゃ広い。こっちにはコテージがある。ええ感じやな。めっちゃ広いな。広い広い。あ、水地場とか綺麗。なんかめっちゃ開放感すごいな。うん、やばいな。大塚さん、準備お願いします。よーい、スタート。できへんか、早くして。はい、すいません。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なら、ちょっとゆっくりしたんで、焚き火していきましょうか。はい。ご飯も食べていくんで。今日もタープ早めに晴れたな。うん、もう大丈夫やろ。イエーイ。もう完全に早い。完全に来てるな。今から焚き火、はい、といろいろ準備します。頑張ります。はい。焼肉パーティー。イエーイ。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。うますぎやろ。ああ、うまっ。うまっ。タンから行きまーす。もうタンからって決まったんね、もう。人生はいつもタンからやな。そうなん。タイちゃんの人生、タンから始まった。結構分厚いの、これ。うまそう。な、牛タンは分厚くないとね。そうやな。よっしゃ、家でゆかちゃん、もうこれいけてる。もういけるよ。いいよ。食べてくれていいよ。おお、うん、うまっ。このタン、ええやつやな。分厚いやろ。うん、甘っ。で、ビール
それはうまいやろそれこれまずいわけないやうますぎた次シーフードいきますイカ気持ちよさそうやなパープパープいきもあんた自分でやる自分で食うんかいうまっ徐々に足りうまじゃあ向こうで一人で晩酌してくるわおいええのええなおいうま続きましてバッターホルモンうまこれズレのタレうまだいぶ火落ちてきて涼しくなったねうんはい、大家ちゃん本日のラストステーキラストビーフラストビーフおもにくうんうまっ最高やな俺は塩コショウいきますプロもあるのがいいな近くにさでコインランドリーもあってさの天風呂どんなんだよはいすいませんやかさんなんとここ貸し切り風呂があるとイエーイということで今日は我々この部屋ですんでじゃあオープンしてもらっていいですかどんなんだよオープンえあ更衣室ね脱衣所があるとめっちゃ綺麗や最近できたの あここで体洗えとでここがまさかのやばないやばすぎるやばすぎるすげえなしかも中もめっちゃ綺麗お風呂やばかったなお風呂やばいなスイカいやタイちゃんはねちょっと小腹すいたんでお寿司をね買ってきてたんでお寿司食べます太平洋最高太平洋日本酒いただきますてかでもとにかく成長感じたもう晴れたもんな最終日、うん、とにかく晴れたあとなんか片付けとか設営がだいぶ慣れてきた燻製できたのがめっちゃ嬉しかったな燻製やばかったな長年の夢レベルやからやったから自分らで燻製するっていうのが、うん、うまくできたねうんそれ美味しかったのがよかった、うん、この3日間楽しかったけど痩せた気がするわ毎日さ毎日汗だくでさじゃあ私ら仕事上ずっと室内やろやんかだからもう激痩せした気がする一番楽しいのは、うん、夕方なんで暑くないしああ何か沈んだ時うんでご飯も食べ終わって、うん、お酒飲みながら
ダラダラする時が一番最高。涼しいし最高最高大成功やね。大成功や。いや。ええな。はいちゃんも寝る？はいちゃんも寝たな、おい。三時間後な。おい。三時間後。誰が三時間後や、おい。すいません。ゆかさんがもう寝ちゃったんで、今日はもうこのまま終了ということでございます。はい、もうゆかさん寝ちゃってるんで。やる気ないんで寝ちゃってますんで、はい、何起きてんねん今さら。おい聞こえてんねん聞こえてんねん聞こえるように言うとんねんほんまに夢見てたわ。でもさっきじゃあお疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。バイバイ。なにちゃんは寝たらこれで寝かして3時間後な。おい